はい、皆さんこんにちは。いや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 、先ほどゲームが終わりましたけれども、いやいや、今アメリカの方ではですね、ハッピーフォースオブジュライここに書いてありますけどね、今もうあちこちらでですね、もう今こちらの時間で9時56分なんですけども、まああちらこちらでも窓を開けるとね、音がボン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 来て、あの花見のね音が聞こえてくるんですけどね、もちろん上上がれば花見をもうあちらこちらでやってます、見れるし、こっからですね、あのディズニーランドが近いんですけど、ディズニーランドのねあれもあのちょっと高めにところ行くと見れるんでございますけどね、まあ大谷さんはねもうあの今はあのまあエンジェルスにいないので見れないんですけど、向こうの方もねドジャースの方もいっぱいやってますので、まあ見れると思います。皆さん日本の方はどうなんでしょうか。とりあえずはあの4つぐらいの写真をちょっと見てみましたけどね、ハッピーフォースオブジュライですね、これはベースボールにちなんで、こちらもそうですけど、もうこうアメリカのねこれあれでございます、まあ、 あのイーグルでございますけどね。じゃあちょっとね、あの7月4日ですね、フォートアブジュ、まあハッピーアメリカンデーというも言われるんですけどね、おめでとうっていう、まあ、これが大元に7月4日として知られる独立記念日は1776年7月4日に第2回大陸会議によって独立宣言が批准され、アメリカ合衆国が建国されたことを記念するアメリカ合衆国の連邦祝日です。はい、ということで、まあ要するに日本では多分ね独立記念日、独立記念日だと思うんですね、言われてる、まあこういう感じでございますけどね、まあ、おめでとうございますですね、アメリカはね、ハッピーバースデーアメリカという感じでございます。じゃあ行きましょうか、今日は7月、アメリカの7月4日、まあね、あの July 4 4th of July ともいいし、 July 4ともいいし、まあ木曜日なんですけど、日本は5、これはミステイクですね、日本は5で、金曜日でございますね、1日前に行ってますから、で今日はですね、大谷さんは一番最初はね、四球を選んで、それから盗塁もしました。難しい盗塁でしたよ。二塁から三塁行きましたからね。まあ、されたんですけど、その後にね、三三振はまだこれも記録でございますからね。これもね、記録ない。大谷さんがやることなすこと全部記録になるんですからね。一、二、三っていうことでね。まあ、昨日も申し上げましたんですけど、大谷さんがなんかね軸がずれてるような気がいたしまして、それからね、まあ野球やられる方は分かると思うんだけど、どのボールをね自分がおし来たなと思ってやるともうボールがないのよ。だからね、あのいきなりね一球打っちゃダメというお願いしてたんですけど、また一番最初一球打ってスーッと下に行って、でもう一球も内角入ってきて、あの打って、だからもったいないですよね、あの一球打たなければボールだから。次もストライクになるまで打たないってうちの子供にも言ってるんですけど、そしたら2球目もボールだったら2つボールですよ。そうするとね、自分のボールを呼び込めるんですよ。相手のボールを打つんじゃなくて、相手のボールを打ち始めたらもうダメですね、 NG です、 NG だから。大谷さんもそれに今日はね引っかかってましたんで、だから三振が多いんでございますけどね、まあ、サンダース0アンダイトースはバーベキューだったので、まあ良かったかなと思います。バーベキューは似合いますね、今アメリカ人はみんなバーベキューやってますからね。で窓でも開けると、まあ、あの花見の声がねちらほら聞こえてくるんですよ。だから今ちょっと窓や閉めてやっておりますけど、ちょっとうるさくなるんで、ということで、まあそれからね、結局大谷さんがね、またもや MLB のね、まあ、あの史上初の開業、これも情報があります。山本由伸がいつ復帰するのかね、まあね、あの取りましたけど、かわいそうにね、まあ怪我しておりますから、早く治してですね、まあ早くって言ってもゆっくり治してもらいたいですね、あのまたそうなったら困るので、まあゆっくりして、だけど話があのゲームがどんどん前に行ってるから、もう今からね、今日もそうですけど、これはね、アリゾナダイヤモンドバックス強いね、ブルペンもいいし、これからですね、また2つのチーム、後から紹介しますけど、そのチームもね、ものすごい強いので、どうなるやらね、今の、ドジャースはね、太刀打ちできないと思うよ、いまいちだと思うんですけど、まあ、どうなるやらね、ムーキーベースもいないし、
大谷さんがまあ背負っていくったって、大谷さんが今ちょっとスランプに、ちょっとミニスランプかなと思うんですけどね、まあ頑張ってほしいものでございます。はい、じゃあ参りましょうか。それでは Ladies and Gentlemen、あ、これもね話しなかったけど、マジかよ、ベッツが大谷翔平のなんかまあパワーがね、お話ししたんで、これは昨日ね、テレビで彼がゲストで来てて話しておりましたけど、その情報もありますね。それでは行きましょう。 Ladies and Gentlemen from United States of America Hollywood, California Mr. Shohei Ohtani from Japan Hanamaki Higashi Koko High School。 はい、ということで今日もお付き合ってくださいませ、こちらレクスでございます。こちらはアーバイン市ね、オレンジカウンティのアーバイン市っていうのは割と日本人が結構多くて、政府なんですね、政府ね、アーバイン市。アーバイン市からね、ディズニーランドも近いし、まあ、南に行くとね、パドレスがあって、北に行くとサンディエゴ、サンフランシスコジャイアンツがあって、サンディエゴパドレスが、それからドジャーズもいるし、もちろんエンジェルスもいますからね。で、まあ、オークランドエイズなんですけど、今度はカリフォルニアじゃなくて、ラスベガスに行くので、もうあんまり話してないですけどね、そっちの話は。まあ、ということで行きましょう。では、まずはこれでございます。これ話しましたね。皆さんにめでたいめでたい。はい、これなんですけど、まずは皆さんに感謝。昨日も感謝させていただきましたけど、オールスターは間違いなく入りました。これがね、ドジャーズのウェブページで、DH オタニ、オールスターゲームに、ナショナルリーグスターターとして、入りましたよという情報が入っております。はい。そしてまあ今日が最後だったけれども、このアリゾナがこちらに来て、まあ時間はねこういうふうになっております。車で行くと5時間10、31分、そして飛行機で1時間30分ということで時間差はないということでございます。はい。ということで、で今日ですけど9対3で負けました。まあね、向こうは2点8、もうとにかくね、2ストライク取った、これはいけると思ったら、まだ2点取られて、ホームランが打つんですよね、この、あれが、結構、ホームランが出てるのどうなってるのかなという話、聞きたいんですけど、まあとにかく、それで、大谷さん、またもう、また2点取って、それでね、あと5点で、あとこっちは3点入れたんですよね、続かないのよ、よく続いたなと思って。その後にですね、まあここチャンスがあったんですが、また4点取られましてね、もうチャンスも消えましたね、完全にね、もう本当にね全然違ったねということでございます。残念ではありますが、まあ今回は負けましたということで、こちらの情報はまだ来ておりませんけれども、こちらはですね、まあもう一回いきましょうか。オールスターゲームの投手はどうやって選ぶのでしょうか。はい、控え投手と同様にオールスターゲームの投手も選手の投票とコミッショナー事務局によって決定される。選手の投票とコミッショナーのですね、局にとって、決められるということで、もう少々お待ちくださいと出てくると思いますけどね。はい、ということでございましたね。ということで、ホームランは27のままで、28号まだ出ておりません。今の雰囲気だと短期三振で、ボールが飛ばないということでございますからね。はい、ということでございますけど、こちらですが、悲しいですけど、ここもね、向こうもあれで悲しかったけど、これも悲しいですね。まあ、今日は最後、このあとブルワーズが来るのよ。このブルワーズとね、このフィリーズがまた強いんでございますよ。その後はね、まあまあなんですけど、この3つの試合やってから、ホームランダービーに行きますからね。その後にオールスターがゲームがあります。これは楽しみにしていただければと思っております。いやー、この負けが続くっていうのはちょっと悲しいですけど、まあまあ、しょうがないですけどね。というか、では、35敗になりました。53勝35敗。はい。頑張ってほしいものでございます。じゃあ、参りましょう。はい、ラインナップ。モーニングラインナップ。ラインナップでございますけど、このラインナップはですね、もう右側と左側にして、まあ、決めるんですけど、今回はね、豊塚ヘレンズが2番に入って、
フレディ・フリーマンがね、今日振れなかったね。まあ、他の人も振れてないんですけど。で、ピッチャーがこのランドン・ナックがね、頑張りましたけど。ちょっと終わってたな。ドジャーズはちょっと苦戦してましたね。はい、ということでございまして、じゃあ、今回のですね、まあ、多分こう13日ぐらいになってるんじゃないかな。まあ、1日中ここ増やしていっておりますから。大谷さんはまだ続けて、トップでございます。こう、全部これトップですね。写真が全部もう大谷さんが勝ってますから。じゃあ、昨日と今日比べましょう。昨日は319。でも今日は下がりマン。下がりマン。316。そして、ランズが70のままでございます。翔平大谷とですね、ホームランが27本目、そのままでございます。で、RBI も64のまま。ただ、これが上げマンでございまして、翔平大谷がストロングベースが今日やりました。SB ね、盗塁やりましたから17本目になります。昨日は16だったんですけど、97本目ね。そして、こっちに出てないのがオプスですが、これも下がりましたね。1035。で、ここにオプスはないんですけど、まあ、後でお見せしましょう。はい。ということで、こんな感じですね。大谷さんは3打数0アンダーで、バーベキューがあったから、4打数0アンダーにならなかったですね。そして、1035、オプスがね。316、アベレージが316。あとはもうね、ここで見ればわかるんですけど、パイヘーズが2ヒットで、バーゲス1ヒットで、あとはこれで終わり。バーゲス。もう本当どうなってんのかというのは聞きたいんですけど、みんな上の人たちがあんまり打ててないという感じでございますけどね。ヘルネンデスが頑張ったね、2点も打って、ヒットは2つも打ってますけど、ね、まあそういう感じでございました。ピッチャーの方ですけど、ナックがね、4.1 まで投げました。自責点4。はい。バーベキューは1個、三振も6個取りました。頑張りましたね。ホームランは3個も与えましたね。これはすごいよね。バンダーさんも自責点いってあげまして、ワシアさんは頑張りましたね。そして、ラミレーズもまあまあだけど、またね、4点も与えてしまいました。これで9対、まあ、先ほど言いましたけど、はい。で、最終的にはこうなっております。ホームランはそのままで、アベレージね、この316に下げまーんになっております。オップスも下げまーんになって1035。そして、打点は、平行そのまま64。そしてこの盗塁あげまーんということで一つありましたのであげまんにさせていただいております。で、皆さんに前も話してますけど、このねオップスは出塁率と、長打率がプラスしたものがオップスだそうです。そして800オップスがある人は良いプレイヤーと言われています。ただしオールスターとかこのスーパースター、普通のスターじゃなくてスーパースター、まあスターもすごいんですけど、スーパースターと言われる方はやっぱり1000以上じゃなきゃダメですね、こうあのオプスはね、ということでございます。はい、参りましょう。では打席いきますよ。はい、これでございます。はい、いきましょう。はい、248、300で間違ったね。248。ごめんなさい。今回が248回目の、まあ、誕生日ということでございますね。248回目、348回目。飛行機も飛んでおりました。この方が先発今日やりまして頑張って、新人ですけど、まあそれなりに頑張ってましたけど、なかなかね、相手がちょっと強すぎたかなと思いますけど、はい、では1回第1回、これでございますね。はい、大谷さん、ここは落ち着いてましたよ。打ってないよ最初のボール。これもボール打たない、それだよ。これも一緒だ。まああと2に、これもボール、ああ低いボールちゃんと取って、
フォアボールを選びました。そしてこの時は2塁から3塁にセーフということで、17個目の盗塁をおめでとうございます。成功しましたね。はい、そりきれでございます。申し訳ないんですが、あとはまあね、あの勉強になりますからね、どうしてどのボールに見て三振したのか、このボール打てばよかったなってありますけど、まあちょっといきましょう。1球目、これもギリギリに上から上で入るじゃないですか。あれがね打ちづらいのよ。これはね分かるんだけど、これもほらもうね、あの彼のあのピッチャーのあのボールにはまっちゃってるんですよね。もう2球2ストライク入っちゃったから、もう近ければ打たなきゃいけないんですけど、こうふーってきてポッと落ちたって、これそれはもう悲しいんですけど、そうなりましたね。はい、続きましては2回3回かな、これで1回目、これで、で2回目ですね。はい、行きましょう。ああそう、2回目行きました。はい、3回目、これ3回目です。はい、行きましょう。これもね、3点取った後にね、2アウト1塁にいるんですよ。でも大谷さんはなんか別人みたいになってるんですよね。一塁にいるということはもう自分がね、ものすごく何とかしなきゃいけないということで、もうがむしらに打ってるから、それをねやめてほしかったんですけど、落ち着いてやってほしいのよ。ほら見て、ほらあんなボール、もうもっと下がってるボールを打ってますよ。ものすごいボール、下のボールですよ。これも高めのボール、ボールに手出してるから、はい、これもギリギリに入ってしまいましたからね。このボールをねファウルにしてほしかったんですけどね。まあとにかく大谷さんが、早落ちすること、するそれから何でもかんでも打ち始めたらもう結果があんまり良くない。今日見てこの打席はまさにその通りでございます。もうちょっと落ち着いてればね、何ともなかったんですけどね、なんとかしなきゃという感じがあるでしょうね。はい、4回目いきましょう。はい、どうぞ。これはね、あの若手のピッチャーで、ものすごいフォークボール持って、これもフォークボール、これ打ってほしかったな。でもね、これもフォークボールですよ。結局はあのフルカウントまで持っていったのは最高だったんですけどね、もうフォークボールやられました。はい、ということで、まあ明日は頑張りましょうということでございますけどね。はい、ただしね、ちょっとまた心配になってくるよね。はい、打席です。トピックスいきます。打席でございます。はい、参りましょう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。大谷翔平がまたも MLB 球宴で史上初の快挙。前代未聞だった21年の二刀流に続く偉業、初めての選手として歴史に名を残したと米メディア、現地7月3日、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平がオールスターのナ・リーグ指名打者部門の先発選手に選ばれた。大谷はオールスターに出場するのはロサンゼルスエンジェルス時代の2021年から4年連続となった。今回の大谷の選出は MLB 史上初の出来事だった。米紙USA Today はドジャースの強打者大谷が21年と22年のように投手登板がないにもかかわらず、4年連続で指名打者部門のファン投票でトップになった初の選手として歴史に名を残したと伝えた。米通信社 AP も大谷は4年連続でオールスターの指名打者として先発に選ばれた史上初の選手となったと大谷の偉業を報じている、うん、確かにね。大谷は21年に史上初となる二刀流として一番投手兼 DH でオールスターに初出場。1回表に先頭打者としてオールスター初打席に入り2ゴロを記録。1回裏には投手として初登板し三者凡退に抑えている。3回表の第2打席では初球を打って1ゴロだった。ドジャースタジアムで行われた22年の球宴には一番 DH として先発出場。クレイトン・カーショーの初球を仲間に弾き返してオールスター初安打、うん、初盗塁も期待されたが牽制でアウトとなっている第2打席は死球だった。
23年は2番 DH でスタメン出場して第1打席は空振り三振、第2打席は四球を選んだ。選手間投票で先発投手にも選ばれていたが、爪が割れた影響もあって登板を回避、うん、23年シーズン後に FA となる大谷に対してシアトル T モバイルパークの大観衆がカム2Seattle シアトルに来てと大合唱したことも話題となった、うん、迎える24年のオールスターでも大谷は DH で先発出場、打者としての通算成績は4打数1安打となっており、23年本塁打王として臨む一戦でオールスター初アーチの期待がかかる。うん、初アーチね、見たいですね。はい、まあもうね、あそこまで近かったらもうガーッとね、行った方がいいかもしれないですね。はい、続きましてはこちらでございます。いやー、山本由伸帰ってくるのかなーなんて思ってますね、みんなね。山本由伸復帰への見通し、まだやりながらって感じですね。2024年7月3日水曜日日本時間4日ロサンゼルスドジャース対アリゾナダイヤモンドバックスアットマークドジャースタジアム。山本由伸は試合前にクラブハウス内で記者への質問に答えた。ヒュー、復帰への見通しは？あ、昨日監督とちょっと話したんですけど、うん、まだちょっとやりながらって感じですね、多分、うん、そんなに重症ではないんで。ヒュー、キャッチボールはまだやれない？あ、やってないっす、やってないっす、これからっすね。これからっす。ヒュー、今はどんなトレーニングを？あ、エクササイズをいろいろとやってますね。うん。ヒュー、検査は定期的にしている？あ、そうですね、はい、それを昨日やりました。うん、ということでございますけどね。まあね、もうファンとしましては早く見たいですね。あのヤンキーズをやっつけたのはね、姉はいいピッチングしましたよ。はい、最後のあれでございますけど、マジかよって感じ。はい、行きましょう。マジかよ、レッツが大谷翔平の異次元パワーを暴露。破壊的な打球音に戦慄、打撃練習で177キロも出すんだぜ。盟友が異彩の驚異的なバッティングの一部始終を語った。現地7月3日、左手首骨折で戦線離脱中のムーキーベッツ、ロサンゼルスドジャースが本拠地で行われたアリゾナダイヤモンドバックス戦の地元中継局のゲスト解説として放送席に座り、盟友大谷翔平について言及する場面があった、うん、6月16日の本拠地でのカンザスシティロイヤルズ戦で7回に四球を受けたベッツは左手を骨折、そのまま負傷者リスト IL 入りし、現在はリハビリに励んでいる。はい、ということで、骨折した左手をサポーターで固定させたベッツはダイヤモンドバックス戦を放送するスポーツネット欄の特別解説者として明るい表情で試合を見守った。試合中には自身の離脱後、代役一番打者としてチームを牽引している大谷について賛辞を送るシーンがあった、うん、ベッツは実況から大谷を外から見ていたのと違う部分はあったか？と質問されると、他の選手と全く変わらないよ、うん、常にすごい当たりのヒットを打つことを除いてねと笑いながら答え翔平は、何が大切なのかを理解しているから高いレベルで練習してると思うけど、彼の練習内容は他の選手とあまり変わらないよと続けながら、他の選手とは桁違いなパワフルさに実況はマジかよと舌を巻いた。刑事でも翔平の打球音は本当にすごいよ、トスバッティングなんか試合中よりも強打できるんだ、刑事での打球速度は110マイル約177キロも出すんだぜ、うん、メジャーの猛者も脱帽させるパワーは数字にも表れている、うん、確かにね、リーグ月間 MVP は逃したが、大谷は6月だけで26試合に出場し、打率点 2.93、 24打点、オプス 1.110 と驚異的な数字を記録し、月間12本塁打はリーグトップをマークした。特に飛距離は軒並み130m 以上をかっ飛ばし、
ドジャース移籍後初めてフルスと対峙したロサンゼルスエンジェルス戦、現地21日で叩き出した先制の22号2ランは飛距離455フィート約 138.7 メートルを計測。 MLB 記者のサラ・ラングス記者によると、スタッドキャストによる計測が始まった2015年以降、ドジャースタジアムで450フィート以上の本塁打を複数放った最初の選手と紹介されたほど、日本人スターは特大のホームランを連発した、うん、打率点319、27本塁打はリーグトップを快走。さらに64打点はリーグ3位につけ、打撃三冠王も射程圏内に捉える大谷。チームメイトも驚愕するほど、その破壊的なバットは底が知れない。うん、ということでございましたね。はい、ということで最後のお話でしたね。はい、ということで今日はまた皆様からのメッセージが来ておりますでしょうか。はい、コメントをいただいております。はい、行きましょう。まずはこの方から、あずきマットさん。あずきのね、あずきのね、アイスクリームが美味しいんだよね、日本では。それからパンのね、この丸パンの中にあずきが入ってるんだよ、あれ美味しいね。あずきさん、すいません名前であれなんですけど、あずきさんからいただいております。ありがとうございました。それでは行きましょう。あずきさんからのメッセージです、どうぞ。あずきマットさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ハーパーっていかつい顔してるからめっちゃ低い声してそうに思ったけど、うん、意外に声が高いんだな、うん、おー、なるほどね。あの、ま、うん、ハーパーさんね、困りましたね。月刊はね、取られましたからね、お谷さんに、あ、お沢さんから取られましたね、彼はね、ハーパーね。うん、そうなんですか。私ね、あのドジャースのあれをずっと見てるからわからないんですけど、声聞かれたんでしょうかね、あずきさん。へえ、なるほど。ということは、あの、そうか、うーん、低い声しそうに思ったけど、意外に意外に、おお、全然違うとこ言いました、ごめんなさいね。意外に、どこ行った、意外に、コメント、はい、意外に、はい、あ、ここですね。意外に、あ、これをすると、あ、そこ行っちゃうんだ。はい、これごめんなさい、見えないんですけど、まあ先ほど言いましたから大丈夫ですね。はい、意外に、また飛んでしまいました。ここでございます。はい、話題の後にコメント。はい、これです。あ、ここ意外に声が高いんだなという、はい、わかりました。聞いたんですね、私ちょっと聞いてないんで申し訳ないんですが、はい、あずきさん、マットさん、ありがとうございました。それでは続きまして This guy、ね、このサロメカさん、あのサロメカさん、先日ね、あのこの写真をいただいて、何かなと思って、ただこれなんかね、グレープに見えますけどって言ったら、本当にグレープなんだね、名前がね。はい、じゃあ一応私もね、ウィキペディアでちょっと調べたんですけど、まあとりあえずあのメッセージをいきましょうか。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。サロメカさん、コメントありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。チャンネル登録させていただきました。ありがとうございます。このアイコン画像の花はムスカリという花です。ムスカリ、おう、英名ではグレープヒアシンスと言います。やっぱりグレープなんだ。なんか今は泣きじいちゃんの畑に今と咲いていたので写真に撮りました。お、花束、おう、じいちゃんが亡くなられた時にと、ところに咲いてたんだ。じゃああれですかね、あのサロメカさんになんかのこのあれですかね、自然の流れのメッセージですかね。いやいやいや、立派でございます、この写真。で、まあ、あの、これ私もね、ちょっと見せみました。これですね、なんか、これ、まあ、ちょっと遠いけど、これ、近くにね、なんか誰か撮ってましたので、あの、見ました。あの、ここの、ウィキペディアにありました。ちょっと行きましょうか。あの、はい、どうぞ。はい。ムスカリについて。はい、ちょっと待ってね。ムスカリは、ユーラシア原産の多年生キュウネ植物の属で、春にブドウの房に似た密集した。最も一般的には青い壺型の花を水上に咲かせます。
俗の一般名はグレープヒアシンスですが、ヒアシンスと混同しないでください。うん、ウィキメディア、ウィキペディア、はい。 About grape hyacinth Muscari Armeniacum. Muscari is a genus of perennial bulbous plants native to Eurasia that produce spikes of dense, most commonly blue, urn-shaped flowers resembling bunches of grapes in the spring. The common name for the genus is grape hyacinth, but they should not be confused with hyacinth. Wikipedia. なるほど、ウィキペディアがこうやって情報を出しておりますけどね。なるほどね。まあムスカリっていうのは分かりやすいよね、ムスカリさん。あ、ムスカリっていうのは一番分かりやすいかなと思う。まあ私のコーナーにはね、まあ、海外の方も見ていただいているので、まあ、ちょっと英語もね入れたら当時勉強になるんじゃないかなと思っております。はい、サロメカさんありがとうございます。助かります。ということで、今日も時間になってまいりました。皆さんもこのグレープハイセンチス、これはかっこいいね。でもね、なんかね、もう本当食べそうな、なんかあのこのあのなんとかブルーベリーにも似てるかななんて思ったんですけど、まあ見てみるとね、でもグレープの感じなんでございますけどね。はい、ありがとうございました。今日はね、残念ながら負けましたね。また明日ですね、楽しみにしたいと思っております。明日はね、どこでしたっけ。明日は明日は明日の風が吹くということじゃないんですけど、これですね。はい。ということで、明日はですね、ブルワーズ、やってきます。ドジャーズに。ドジャーズ、ちょっと恥ずかしいね、ジョーダーズが。もう、こう、自分のね、あの、敵地じゃなくて、自分の地元でやられてますから、なんとかしてほしいものでございます。はい。大谷さんももうちょっと頑張って、ゆっくりね、大谷さんはもう、あの、急がないで、マイウェイで、で自分のボールを打ってほしいんですよね。人の、あのピッチャーのボールじゃなくて。ね、あの見てたプロの人はみんなね、ギリギリにやって、もうボールかなと思ったらストライクになってしまう。これはもう仕方ないってこともあるんですけど。まあということで、まあ、明日ですね、このブルワーズのまた情報をちょっと入れますので。はいはいはい、わかりました。じゃあ今日はここでさよならさせていただきます。はい。それでは、See you later!Alligator. See you later. Alligator. それでは皆さん、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。